皆さんこんばんは。今日は前回に引き続き雑談というか、ある意味うちの会の愚痴です。愚痴というか、僕の愚痴というよりはうちの女子たちの愚痴なんですけども、愛希系がね、愛希最近はそうでもないですけどね、やっぱり僕の動画、うちの天翔会の動画見てくる人では、愛希憧れてくる人も多いというか、多い時期があったので、今はね愛希道の方がメインなんですけど、来るんですけども、うちの女子たちが文句を言っております。おっさんばっか増やすなと。私、実際この動画見てるあなたも、皆さんも多分彼女らに言わせるおっさんだと思うんですよね。僕もおっさんなんであれですけども、要するにですね、おっさんばっかり、昔は彼女たちが僕を指導してた頃は、小学生がバーっていて、女子がいっぱいいて、わーにぎやかにわーってやってるのが、そういううちの道場だったんですよ。子供向け合気道道場。今でもその側面は捨ててはいないし、そうありたいと思ってるんですけども、前回の話と被りますけどね、子供にやってもらいたいっていうのがあるんですが、その子たちも、初期から始めてた子供たちはもう立派に成人して、もう女の子っていうより女性になってますけども、彼女たちが、今でも言うのが、今になって急に言ってるのが、急におっさんが増えたって言ってね、おっさんばっか増やさないで先生って言われてるんですよね。で、実際この動画見てても、この見てくれてる人の、99%、なんかどっかで聞き出す言葉ですけど、99% が見事に男性なんですよ。でね、女性を増やさなきゃいけないっていうのでね、あれこれいろいろやってるんですけどね、うちのデッサンなんかに、先生おっさんなんだからさ、おっさんがやってもおっさんしか来ないから、自分たちでやってよって言ってね、で、合気道のパンフレット作ったり、パンフレットを作らせたり、大学生の女の子に、女の子の感性で作った方がいいか、僕が作るとおっさんのデザインになっちゃうから女の子の感性でもう作ったり、ホームページからも、もうとにかくね、女性だけを出るようにして女性を増やしてやって、ホームページこれだけいますよみたいな話でやって、いや嘘ついてるわけじゃないんですよ、ちょっと誇張してるだけですやってなるべく女性を増やそうって僕も頑張ってはいるんですけどね、なかなかアップする動画やっぱりね、見てくるとね、おじさんばっかりなのでね、ちょっとした困ってるというか、僕よりはその女子たちが文句言ってます。先生は頑張ってんですよ一応って感じなんですけど、どうなんですかね。うちは多い方だと思うんですよね。町道場にして合気系をやって、合気道メインですけど、合気道と合気やってる道場としては全体の3分の1ぐらいが女性かな、一応年配の女性もいますし、中間があんまりないんですけどね、今20代みんななったからあれだけど、20代後半から、40代ぐらいまでの間の女性はいないです。逆に若い女の子は多いんですよね。大学生だけでも3人女の子いて、で高校生が2人、中学生が1人で、小学生が1人、女の子がいます。未成年でいうと、未成年もしくは学生でいうと、全体のやっぱ同じ、これも3分の1ぐらいで、ほとんどがさっきの女子なんですけど、それの他に大学生の男の子と、高校生、中学生が2人、小学生が2人って感じで、子供結構多い方です。そういった意味ではね、おかげさまで恵まれてはいるんですけども、個人的にはもうちょっと増やしたいなと思いますね。男で言うんだったら、男の子で高校生ぐらいでね、なんかバリバリのね、体育会系の若い男の子とかもう少しいると期待がいがあっていいかなって気もするし、女性がいる方がね、やっぱ花があるんでね、いいかなって思うし、何より女子同士がね、もうちょっと女の子が欲しいって言ってますのでね、なんかそう増やさなきゃいけないってやってるんですけど、皆さんどうなんですかね。みんな合気系の道場って、合気道はね、女性多いですけど、合気系になるといないですよね。岡本先生ですら相当愚痴ってましたからね。
大統領はね、名前が悪いんだよね。大統領は駅柔術なんて堅苦しくってさ、だから女の人が全然いないんですよなんて岡本先生も愚痴ってたぐらいですけど、うん、でも女の人どころか若い人も大統領いなかったから、独歩会僕が入った時、当時28歳でしたけど、28歳で一番若かったですからね、まず一人だけね、お弟子さんが親子で来てるお弟子さんがいて、その子供の方が中学生の高校生ぐらいですごい若かったんですけど、まあ例外的ですよね。それ除けば僕が28歳ですら僕が一番若いみたいな感じだったんで、岡本先生のところも高齢化が進んでましたし、なんか合気系やってる道場とかもなんかあんまりパッと見のイメージですけど若い人いない気がするんですけどね。おじさんの趣味ですよね。この間の話じゃないですけど、前回の話じゃないですけど、親が子供にやらせようって思ってるような武道じゃないですよね、大統領って。本当大人の人が趣味でやってる感じですよね、これもう、どうかなって。僕もその線にあんまり突っ走りたくないんでね、ちょっと頑張ってる若い人を増やすようにはしてるんですけど、どういうプロモーションをすればもうちょっと若い子が増えるのかちょっと課題です。誰か僕に提案くださいって感じですね。ちょっとまあ女の子たちはね、みんなそれぞれテーマ持ってやってくれてるのでね、やめたりとかしないのでそれはそれで嬉しいんですけども、もう最初のねお弟子さんたちは小学校から始めてて、まあ中学校高校は地元ですけど、大学行って、で大体ほら辞めるタイミングがいろいろあると思うんですけど、大きなタイミングの一つとしてまず大学があると思うんですよね。でも大学に入ってもみんな辞めないでいてくれて、次のまあ大きなステップは社会人になるんですけど、まあ、社会人はまあそのペースは落ちたりもするでしょうけど、まあ、社会人になっても続けてくれればすごく嬉しいかなって感じですね。まあ女の子一人なんかはね、もう生涯学習を先生の合気道にしますって決めましたなんて嬉しいことを言ってくれているので、まあよっぽど変なところに引っ越したりしない限りは続けてくれればいいかななんて願ってます。これからまだ高校3年生の子がまだ2人いて、この子たちが大学になったりした時にどうなるのかなっていうのもあるんですけども、まあ子供に愛される道場を目指したいと思いますが、新しいチームをどんどん入れていかねばいかんとは思っております。うん、本当に雑談なんでどう締めようかなってのもないんですけども、他のね、僕はあんま他の大統領は岡本先生のあれに習ってイメージ崩れるから見ないんですけど、でもパッと見た写真とかあれとか、まあ Facebook 上でも友達がいっぱいいるので見るんですけど、やっぱ皆さんおじさんばっかりじゃないですか。やばいですよね、やっぱそれってもうちょっと若いのを取り込む際のした方がいいと思います。僕はもう40代なんでね、40代の価値観しかわからないんで、まあ今の20代が男男性女性問わずどういう価値観で物事始めるのかもう僕には想像もつかないですけど、まあ30代ぐらいまではギリギリでわかりますけど、まあ、20代になるとわかんないですからね。でもそういう世代がやりたいって思うように常に変化していかなきゃいけないなとは思ってましたから、どういう風な稽古がいいのか道場がいいのかいろいろとありますけど、うん、やっぱね動画見てる人が 99% 男ってのもねちょっと考えもんですよね。まあ、武道やってる人間が多分10対1ぐらいの割合で男性ばっかりだと思うんですけど、だったらせめて10対1ぐらいまでにはしたいですね。 90% 人男の人が見てて 10% ぐらい女性が見てるぐらいにしないと、1% ですからね。ひどい時 1% 切りますからね。どうですかね、これって。女性はあんま興味ないんですね、合気って。やめようかな、合気のこと歌うの。合気道、仲良くやりましょう。女性のダイエットとか、女性の護身術とか、そういう風にやった方が増えるのかな。ちょっとわかんないですけど、いいのか、それでって感じですけどね。ちょっと、自分の状況と、まあ、それはね、僕としても女性、まあ女性に限らず若い人増えてくれた方が嬉しいですけど、誰よりも女子が文句言ってるんでね、おっさんばっかだっつって言って、おっさんばっかになったっつって言ってね、昔と違うっつって言って、違うの私の好きな道場はみたいに
そんなこと言われてもみたいな感じなんで、じゃあ自分たちで増やしてくれよって言う感じなんですけど、さあ今後、まあ最近女性はまた増えたんでね、特に若い自分たちの世代の同世代の子供も、あの女性も増えてるんで、今大学生の女の子が大学新しく入ってきて、うん、続けてくれれば面白いかなと思うんですけどね、うまく女子他の会員同士、女性同士も仲良くなってくれるともっと面白いかなと、まあ、会員同士仲良くしたいっていうのが、まあ、あるんでね、というわけでちょっと愚痴でした。あのちょっと頑張って彼女たちの期待に応えて、おっさんばっかりじゃない合気道場を目指したいと思います。